巻き舌奏法やってみよう。はい、皆さんこんにちは。しのぶえ、神楽部演奏者の秋吉沙羅です。今回は、これができるとちょっとかっこいいんじゃないっていうテクニックをご紹介したいと思います。ちょっとね、名前がないんで自分でつけてみました。巻き舌奏法って言います。でしますそれでちょっとどういうことかちょっとやってみますね。聞いててくださいね。なんやねんこれって口をしながら、口っていうか巻き舌をしながらそのまま吹くんですけど、これは曲をまるまるこういう吹き方でやって笑いを取ろうっていうものではなくて、そうしてもいいかもしれないんですけど、ではなくて、例えばなんかソロのパートの時にちょっと効果的にこういう音をちょっと入れ込んだら面白いかなっていう、そこのにちょっととっておきで使う感じ、そういう感じとして、一つのテクニックとして皆さんも取り入れてみといたら面白いかなと思いまして、紹介したいと思います。まずはだからコツっていうか、巻き舌できないとできない奏法でもありますので、これから実際に、やり方を伝授したいと思います。というわけでやってみたいと思いますが、まずルルルルの練習からしましょうか。上顎に舌をくっつけて息を出す。ルルルルルルって言った方がやりやすいと思うんですけど、あーとかよりね、ルーがやりやすいと思うんですけど、ルルルルルできますか？で、今から笛をこう当てて実際に吹いてみたいと思うんですけれども、今の口のまま息をいつもの自分の口を作って息入れるんですよ。結構ね、最初難しいと思います。ちょっとやってみましょう。ルルルル、あ、ごめん、言わないでやるんですよ。でもね、言ってやってもこれ面白いんですね。時々声を出して入れ込んでちょっと変なことする時もありますけど、私も今は声出さないでやってみましょう。結構振動がブワーってくるんで、いきなり音を出すっていうのが難しいかもしれないです。なぜかというと、自分の口のこの辺のいつものポジションが結構こう揺らされちゃうので、音が出にくいみたいな感じになると思うんですけど、何回か練習してたら多分できると思うんで、いつもの口、ただ巻き舌してるっていう状態でぜひ練習してみて、そして、何かソロとか曲の中のソロでちょっと効果的に使いたいなとかっていう、ことがありましたらぜひやってみてください。巻き舌だけで曲作っちゃったっていうのも面白いかもしれないですね。そういう方もぜひ私に教えてくださいというわけで、じゃあ実際に曲じゃないけど、今即興でちょっと混ぜ込みながら吹いてみますね。一つの参考としてね、なんか適当に吹きます。みたいな。これがなんかの曲のソロの部分でちょっとずつ入ったりとかすると、今の音どっからどうなって聞こえたのみたいな感じで聞いてる人も面白がってくれるんじゃないかなと思います。巻き舌奏法でした。さて、いかがだったでしょうか。初めはなかなかうまくいかないかもしれないですけれども、とにかく練習したら多分できると思います。まずは巻き舌ができることがポイントなんで、そっから、やってみていただけたらと思います。ぜひいろんなね、こう自分の引き出しを皆さんも増やしてもらって、しのぶえってこんなことできるんだよ、民族楽器ってこんな面白さがあるんだよっていうのを、感じ取ってもらえたら、そしてまたそれを広めていってもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。さて、それではここでお知らせです。秋吉沙羅の4枚目のアルバムが出ております。ちょっと待ってくださいね。なんでこ
用意されてないの。はい、それではここでお知らせです。秋吉沙羅の4枚目のアルバム、じゃん、忍びが、絶賛発売中です。こちらはですね、 Amazon の純邦楽カテゴリーではベストセラー1位も記録させていただきました。本当にありがとうございます。ご興味ある方はぜひ、こちらの説明欄より確認いただけたらと思います。またこの他に私のオリジナルグッズとして手ぬぐいですとか、あと最近できましたこちらクリアファイルなんですけれども、こちらも、オンラインショップの方で発売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それからですね、もう近づいてきたんですけれども、6月の27日、日曜日のお昼に、ライブを行います。秋吉沙羅ライブということで、4月以来の自分の、ライブです。六本木のサテンドールにて、6月27日2時から、行います。いつも一緒にバンドしてくれています渥美義郎さんと、そして杉浦秀明さん、ベースとピアノなんですが、お二人とやります。今回渥美さんは、ウッドベースでの参加、私も初めて今回一緒にウッドベースでやるんですけど、まあリハーサルを重ねる、重ねているところなんですけれども、すごくいい感じでございますので、ぜひ期待して来てお聴きいただければと思っております。ライブ配信はしませんので、ぜひ生の演奏ですね、もう聴きに来ていただけたら嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。秋吉沙羅でした。バイバーイ。セッションとかやってる中で